西じゃない。ここから南、ずっと南。ここから南ということは伊勢。なるほど、伊勢ならば太陽の力の集まる場所。この日食と何か関わりがあるのかもしれません。行きましょう伊勢。ここが伊勢。夏至の頃、その海岸線の二つの岩の間より富士の向こうから日が昇るのが見えるのです。富士のお山の向こうから太陽が。はい、それだけに古来より太陽の力が集まる場所だと言われております。あれはしめ縄が切れてしまっていますね。さま、さくやさま、ここは通しませぬ、ませぬぞ。あなたは狐、その姿は。さて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 、私も八百万の神の一人、荒御霊を浴びれますれば、このような姿にもなります。いいよ、たたり神。たたり、たたりなど許せぬ、許せぬぞ。たたりなど、たたりなど、たたりなど、あのお方の祝福めでたき姿ですぞ。許せぬ、かぐや様、さくや様、許せぬ。狐、なんて姿に。お願い、どうか正気に戻って、そして本当のことを教えて。かぐや様、かぐや、かぐや、いざなみ、かぐや、いざなみ、いざなぎ、ひとくさころぞ。くよみ、かぐや。かぐや、もう話は通じねえ。ひどくなってく一方だ。戦うしかねえ。そうね、キツネ、あなたも私たちが助けてあげる。
なかなかの品。からですね。
なかなかの品。これは良きものですな。私は、かぐや様、さくや様。キツネ、教えて。母様には何があったの？あなたは誰に仕えてるの？お話しせねばならぬようですね。13年前、出雲と日向の争いが激しくなっていたと。神々の怒りもまた頂点に達しようとしていました。さらに、人々は木を切り、山を崩し、自然を汚し、それを敬う気持ちなど、これっぽっちもなかった。ですから、富士のお山がお怒りになったのです。神々の怒りをすべて集め、大噴火を起こしそうに、それを咲夜様、あなたが、沈められました、うん、しかし愛する娘を山に捧げた月読み様は深い悲しみと絶望にとらわれました。母様、その月読み様の悲しみと絶望があのお方と共振したのです。共振？黄泉の恐るべき女衆、誰よりも深き悲しみにとらわれ、イザナギの美しき青ひと草を殺し尽くすと誓ったあのお方、月読み様はその悲しみと絶望の底であのお方の気持ちと同調し受け入れてしまったのです。あのお方とはやはり花咲か、あなたはもうわかっているようですね。あのお方が誰なのかを。しかし、いくら月読み様とはいえ、あのお方の力に肉体が耐えられるはずが。ええ。いくら霊力の強い月読み様のお体でも、あのお方の力を受け入れることは不可能。徐々に、月読み様のお体は、ボロボロになっていったのです。あのお方はなんとか月読み様の体を保とうと黄泉の近くに身を置きました。しかしそれではただ遅らせるのみ、結局は滅びるのを待つだけ。そこでかぐや様、あなたです。私？あのお方はあなたの霊力に目をつけました。あなたはまだ3歳ながら、月読み様とは比べ物にならぬほどの霊力をお持ちでした。あなたならきっとあのお方の力に耐えることができる。しかしあなたはまだ小さな子供でした。じゃあ富士のお山に捧げる定めってのは？すべて嘘でした。あのお方を受け入れるためだけに
余計な霊的影響を取り去った竹の結界で育つこと、それがあなたの本当の定めだったのです。なんてことだ。だが金太郎、そなたのせいでその目論見も台無しだ。そなたがかぐや様を連れ出したせいで全ての計画が水の泡に。おいらはただかぐやとの約束を守っただけだ。そうだろうな。そなたならばそう言うだろう。かぐや様のお力で私も自然に帰る時が近づいてきたようです。かぐや様、福読様は、あのお方はここから海沿いに行った洞窟花の岩屋にいらっしゃいます。花の岩屋、どうかあのお方をお救いください。あのお方の怒り苦しみを解き放つことができるのはあなただけかもしれません。